お兄さん。え？ねえ、ちょっとお聞きしたいんだけど。私、綺麗？じー。ねえ、私、綺麗？じー。お兄さん、私、綺麗？でかい。え？でかい。あたし、きれい？でかい！あ、あら！でかすぎる。あたし、きれい？でかい！違う！あたし、きれいか聞いたんだけど！あ、でかい。でかでかじゃなくって、ねえ、あたし、きれい？でっかい！あー！なんなん、こいつ全然あたし聞かないじゃん！あのね、写真撮ろうとしてんの？でかいね。あー、もうでかいって言うのやめてくんだ。頭おかしくなる。撮っちゃダメですか？ダメです。何考えてんの？そんな、こんなにでかいの初めて見たのに。変なやつに声かけちゃって声かけるやつ見せた。じーちょっと、質問に答えてくれる？え、質問？さっきからずっと質問してるんだけど。あ、そうなんですか。すみません、気づかなかったです。え、あ、いや全然、私も急に声かけちゃったんで。あ、よかった、ちゃんと話せば聞いてくれる人だ。お兄さん、私、綺麗？でかい。ダメいいの、私にならない。どでかい。綺麗か聞いてんのね、私綺麗？あ、ごめんなさい、綺麗かどうかでしたっけ？ねえ、あたし、綺麗？あたし、綺麗？ねえ、あたし、まあ、綺麗な方なんじゃないですか？え？綺麗な方だと思うんですけど、やっぱり大きさが勝っちゃってるかな。違う、胸が綺麗とかどうかじゃない。まあ、厳しいことも言うと、大きいイコール綺麗には当てはまらないっていうか、大きいだけのパターンもあるっていうか、実際見ないと綺麗かどうかはまだわからないっていうか。早口で胸の話してる？違う！だから胸のことを聞いてるんじゃなくって。ちょっと脱いでもらっていいですか？いや、生で見ないと判断できないっていうか。いや、意外とね、こう脱いだらあんまりのパターンもあるっていうか、やっぱり大きいだけでがっかりするパターンもあるっていうか。こいつキモいんだけど、マジ声かける人見せた。よし、脱いだら教えてください。だからなんで通ろうとすんの？いや、絶対脱がないからね。脱がないのかよ。じゃあ綺麗かどうかなんて聞くなよ。なんでそっちが決めたの？でかいだけじゃあかんねって。なんなら触れて確かめたいのに、そこは我慢してる俺の気持ちわかるって。うるすぎるこいつ。もう、でもお兄さん、綺麗とは言ったよね。え？あ、まあ一応ね、一応綺麗なんじゃないとは言ったけど。だよね、まあ綺麗なんじゃないとか言ってたよね。綺麗って言葉発したよね。まあ一応ね、一応もうこれ言った感想でいいや。じゃあこれでも。何カップあるんだろう。これでも。残りとかすごそうだな。これでも。写真集出したら売れそうだな。これでも。グラビア出そうかなっつってね。顔？顔！顔見て！顔を見て！私ずーっと顔の話してんの！そうなんですか？クソよ！ずっと私の顔が綺麗かどうか聞いてんじゃない！いや、世の中は顔じゃないって。はぁ？大事なのは顔じゃないから。あ、なんなんこいつ！あ、あとはどうせ、胸が一番大事とか言うでしょ！大事なのは、
性格だから。キュンとかが何なのよ、急に何なの、それがムカつくんだけど。だもういいから顔見てよ。顔？まあいいけど。おお！そうそう、これこれ。口裂けよ。ん？うわ、嘘だろ。うわ。え？胸、でかすぎる！